皆さんこんにちは、高橋貴子です。今日はですね、こんにちは、はい、こんにちはかぶったかぶった、はい、リブラクリエーションの認定コンサルタントということで、金谷理香さんをね、今日はお招きして、いろいろとインタビューをしていきたいと思いますので、はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。理香さんは番教室の先生を現状はねやられてて、まあコンサル的な要素もこれから少しずつ増やしていくことになると思うんですけど、現在の教室の、まあ、自分のプロフィールも含めて自己紹介をちょっとお願いしてもいいですか。はい、大阪でポンポン弾けるパン教室ふくらを主催しております、金谷理香です。はい、ありがとうございます。理香さんは、ね、パン教室やってどれぐらいになるんですか。パン教室始めて11年になります。結構長い方ですよね、11年っていうとね。はい、あっという間に11年になりました。11年。ね、もうパンだけをずっとやってる感じですか。そうですね、もう最初の頃からパンで、1年半ぐらい前に、ウェブ講座の方をスタートして、はい、で先生講座で、まあ、パンです。パンですね、はい、うん、パン一筋ということで、はい、結構ね、生徒さんに人気の先生でずっとねやられている金谷理香さんなんですけども、じゃあね、ちょっとインタビューをね何個かお話に沿ってインタビューしていきたいと思っているんですが、まず今回ねコンサル養成講座をやった上で、まあ、コンサルの方の領域もやっていこうというふうに思ったわけなんですけれども、それをしてみようと思ったきっかけって多分何かあったと思うんですよ。それはどんなことがありましたか。はい、このコンサル講座を受ける前に自分の教室の中で先生になりたい方がたくさん出てきて、パンの先生講座とウェブ講座を自分で作ってスタートをしました。はい、でその中でウェブ講座の方なんですけれど、そちらの方が集客についてのお勉強とか、あとはホームページを作ったりするお勉強とかをするっていうことをやってたんですけれど、自分が今までやってきたことを伝えたらみんなができるってその時は思って講座をしたんですけれど、やっぱりそうではないんだなというところがすごく実際にやってみて気づいたことがあって、これはもう少しちゃんとしっかりとこう体系立てて皆さんができるように、私がやってきたことを伝えるだけではなくて、ちゃんと分かるように伝えられる人にならなくちゃって思って、そのタイミングでこのコンサル講座が始まるっていうことを聞いて、もう迷い全くなくお申し込みしてしまいました。一番だったからね、実は申し込みが一番で言うとね、はい、そう、香里さんが早かったから一番だったからすごいとか思って私がびっくりしたぐらいな感じなんですけどはい、そうなんですよね。だから実際にねやってみた上でいかんとね、ちょっと学んで伝えたいなと、要はそれだけ救いたい生徒さんがそこにいたっていうことですよね。はい、もうなんとかしたかったです。今もそうなんですけど、そうですね、ウェブの講座をもともと持ってたっていうね、なぜウェブの講座を自分が作ることができたかっていうスキルの背景もちょっと教えてもらっていいですか。はい、私はパン教室を11年前に始めたんですけれど、それまでIT 企業でホームページ診断士というお仕事をして、ホームページを実際に作ったけど、なんか誰も見に来ないとか売れないとか、まあ、そういう方たちに対して検索エンジンの SEO 対策であったりとか、ユーザビリティであったりとか、そこら辺の改善するアドバイスとかをするっていうお仕事をしていました。で、それがあった上で教室をスタートして、パン教室がこう軌道に乗るっていうことを体験してたので、自分のところで学んでくださる生徒さんにとってパン作りも もちろん大事だけど、ウェブの集客がそれ以上にどれだけ大事かということを実感してたっていうところがあったので、その講座をやろうと思いました。
はい、ありがとうございます。そうなんですよね、その話聞かないと可愛いパンの先生にしか見えないんですよね、リカさんがね。実は私もこの経歴を聞いて、え、ウェブそんなことや、しかも、え、ホームページ診断士みたいな形で一番直さなきゃいけない肝のところのアドバイスができるっていうのは当然強みだし、でそれを分かった上で自分のページ作ってるから当然人って集まってくるように作れるよね、おそらく、うん、でそこはね、スタート時にすごく大きなスキルだし、今もご自身を支えてる大きなスキルだと思っているんですよ。で、そこに目をつけたのはもちろん私も全く一緒で、会社で部長職をやっていても、当然ウェブ上ネットで集めるっていうことをするってことは、広告運用とか月いくらかけて何をばらまいてどうしてとかいうのも予算とかも見てたから、ウェブの戦略っていうのはすごく大事で、ページをどう作っていくかっていうのもウェブ作る担当の人とねお話をしたりとかしてたから、それを知ってた上で独立したらまずページないとダメでしょうっていう、まあそのホームページはホームページと、あとさらにある特定の講座を売るためのランディングページっていうページがあるんだけど、まあ両方2本立てが必要なんだけど、とりあえず当時はまあホームページをまず作ろうと思った時に、私もいろんなそのウェブ集客の SEO 対策とかね、今言ってたようなサーチエンジンオプティマイゼーションっていう、あの検索エンジン最適化っていうことを知った上で、ブログもどうやって書くって知った上でオープンしてるから、最初から割と満席みたいな感じでスタートできてて、多分リカさんも同じことやってるんですよね。だからそこは合ってるんですよ、内容は。ただ問題は、人に伝える時には相当細分化して砕いて低くして渡さないと受け取ってもらえないんですよ、自分がやってきたことだとね。それで、その体系立てた骨格みたいなことを知りたかったっていうのが一番大きなところだったってことですよね。はい、だからね、その通り、はい、まずね、自分ができてるのが大前提なんですよ。だけどどうできてるかを理解しないといけないっていう、そしてそれを伝えなきゃいけないっていうのに、やってみて気づいたっていうのがすごくね、いいことだったなと思っていて、ウェブの集客は絶対に必要で、教師の先生ってちゃんとできてる人本当少ないですよね。まあいいんですよ、アメブロとフェイスブックとインスタとかで集めるだけでも、別に集める分にはねっていう感じですけどね、うん、多分リカさんは今なら分かってもらえると思うんだけど、私は最初から自動集客っていうところを構築したい人だったから、集客自体に時間をめちゃかけるっていうのが嫌だったから、自動的に集まって、それがちょっとたまに告知するとすぐに埋まるっていう状態を作りたかったから、そのためにはそういう設計をそもそもしなくちゃいけなくて、でさらにそれを広げるために SNS がちょっと必要みたいな感じのもともと設計になってるから、そもそも SNS 集客っていうのはそうなんだけどそうじゃないみたいな感じはね、あるのを多分重要性はよく理解してる方だのって思うんだけど、そのあたりどうですか？はい、まさしくそんな感じです。SNS は確かにすごく今は大事なツールではあるんですけれど、本当にそこばっかりをやってしまうと、本当に長い目で見た時に未来の自分が常に今と同じようなエネルギーを集客に注がないといけなくなってしまうので、それは大事な生徒さんにそれをさせたいとは思えなくて、はい、自動集客は本当に大事な仕組みの土台になる部分だと思っています。でそこを、ね、学んでっていうことで今回入ってくださいましたっていうことですね。じゃあ次の、ね、質問インタビューなんですけど、教室ビジネスとの転換点とコンサル業の融合点ということで、まあ、教室ビジネスもやりながらコンサル業も入ってくるので、そのあたりをどうやってミキシングしながらやっていこうかなっていうふうに考えているのかって、今の考えをちょっと聞かせていただければ。はい、今パンと発酵菓子の先生講座を、まあ、1年に1回の募集でさせていただいてるんですけれど、その生徒さんがこれからパン教室をしたい、であとはパンの販売がしたいっていう時に、ウェブの集客の面でもパン作りからその集客までをもう一貫してサポートできるような教室をしていきたいなって思っています。
はパンから入るんだけど最後教室作りまでを全部見てあげてもっていうことっていうことですよね。はい、そうです。この集客だけを違う人に学ぶとか、こうバラバラになった時に相談しにくかったりとか、実際誰に教えてもらったらいいのかなってきっと悩んじゃうと思うんですけど、慣れている先生というか、喋りやすい、人に、聞きやすくて、教えてもらいやすいっていう、その、全部を一箇所でお勉強できるっていう形に、コンサルの方も、教室に入れていきたいなって思っています。だから、教室業をやりたい人として、ディプロマの、ね、講座とかも今流行ってるんですけど、それを取ったら結局先生になりたいわけだから、そうすると誰かに習いに行ったりとかっていうのがおそらく必要になってくる。でその時に慣れ親しんだ先生がそこをやっぱ教えてくれるって言うんだったら、そのまんまの方がお互いにとっていいよね、多分ね、それをやりたいから、そこをこう一貫して見る人になりたいっていうことっていうことかな。はい、はいはい、そうです、はい、ありがとうございます、はい、で今回ね第1期生ということで、コンサル養成講座入っていただいて面白かったね、バラエティに飛んだ人はい、楽しかったです、すごく。リカちゃんは若い方だよね、あれどっちが若いんだ、リョウコちゃんとリカちゃんどっちが若いんだっけ。リョウコ先生の方が若い。そうなんだ、ね、年齢の幅すっごいあるけど皆さんそれぞれに個性的で、もちろん一本軸が通ってるのは生徒さんのためにっていうところの軸は一本整ってるのは全然あれですけど、スキルもね、バックグラウンドもみんな違うから面白いですよねはい、そんな中でやっていって養成講座でね、学びとか気づきあったと思う、いっぱいあったと思うんだけど、一応ベスト3、はい、ベスト3めちゃめちゃあります。1位はもうこれっていうのがもうあるんですけど、ベスト3か、今まで、Zoom の画面越しで、コンサル講座じゃないところでお勉強することがほとんどだったんですけど、私は。で、実際に、コンサル講座の場合は、先生の、高子先生のお家で、皆さんと一緒に、お勉強をして、やっぱり、皆さんのモチベーションがまずすごく高くて、もうなんかお勉強してるっていう感覚が全然なかった。実際結構実践型だからね、もう、はい、やってみて、はい、報告会みたいな感じだからね。お勉強、はい。勉強は動画でしてもらって、実践報告会だから生々しい案件がね、こういうことなんでしょうって言って迷うとかね、はい、生々しかったよね。はい、でそれがすごい面白かったです。お勉強っていう感じじゃなかった。ああ、それはね、そう、私もそうしたかったから、そこを言ってもらえるのは嬉しかったし、だからコンサル養成講座はリアルでやりたかったんですよ。その場で行き交う、こう、なんていうの、こうでしょう、ああでしょうを、その場でやりたかった。ズームだとずれるし、やっぱり。あと、ちょっとずれてる時間のところの、なんかこう話とかもあるじゃない。こっちでこう言ってるんだけど、ここでなんかニョゴニョゴ言ってるとか、ああいうズームないじゃない、はい。うん、リアルだなと思って、もうコンサル養成講座は絶対リアルだとか思って、めちゃめちゃそこが面白かったです、ね、勉強だけど勉強じゃないけど一番勉強になったっていう、いいですね、実地訓練だからね。そう、はい、コンサル養成講座はね、机上の空論で意味ないと思ってて、もう案件やってどうなのって、もう一緒にそれをみんなで頭で考えるっていうのがもう主軸で作ってある講座だから、もちろん私自身もそんな人いるのとか言うね話とかね、そう聞けるから、いろんな人がいろんな風に受けるとね、幅が広がるよね、みんなのね、はい、それがいい内容だったんじゃないかなというふうに思いますね、はい。あとはさっき1位言っていいですか。そう、1位は私本当になんかセミナーっていう感覚で初日行ったんですけど、高
貴子先生のこの演奏の時間があったんですよ、あの、ね、川で、はい、でそれがあの結構しっかり長い時間あって、なんかすごい不思議な感覚でいっぱいになりました。私はここに何をしに来てたっけあれ私が思ってたセミナーではないっていうのにすごい衝撃を受けましたそこなんだあれはお昼休みの楽しみですよ、あれは、はい、あでもなんかあの思ったのは、あのなんかさっきとなんか同じことみたいな感じなんですけど、あの机の上でこう何かを言い合うっていうことだけが あの勉強じゃないんだ、あそうですね、そういうなんかこう生き方というか楽しみ方というかおもてなしの仕方というか、なんかあのそういうあり方からめっちゃ学ぶことが多くて、なんかこうカチンコチンになってた頭が柔らかくなりましたよかった、常識ですからね私のキーワード、はいはいはい、だから勉強だからって必ずそのなんていうのかな、頭でっかちな人育てても意味がなくて、うん、実践型で要は生徒さんに寄り添うってことは答えを持っていて答えを出せるっていうことの方が価値があるから、どれだけ経験値を疑似的にでも体験できるかの方が結構大事で、そうなると、うん、あんまり机に座ってても意味ないっていう感じだから、ね、大体終わった後ほら皆さん新幹線で帰る、大阪から来てるメンバーは新幹線で帰るじゃない、でその時も、までの、一応5時終わりにしてるけど、ね、わざとそれぐらいにしてるんだけど7時までほら飲み会スタートじゃないですか、はい、でほろ酔いになって帰っていただいてるんだけど、はい、飲み会で雑談でも結構みんなこういうのが実はとか言って飲むとまたペロペロね、はい、こんな、うん、どうしたらいいんだろうとかっていう話とか、あとは一番それの大きいやつは多分合宿という名の、はい、あれもうめちゃくちゃ楽しかったです。朝から晩までみんな喋ってたよ、ね、結構ね、はいはい、嫌じゃないんだよねみんなね、なんかそうなんだへーとかって言ってね喋ってた、うんうん、本当いやなんかあの本当に勉強の仕方があの最新でした。そうだからそう私の中では頭に入って体に落とし込んで生徒さんに有意義な情報が伝えられればどういうスタイルでもいいと思ってるから、まあ、なんだろう、本当はね、あの日中もお酒飲んでやってもいいと思ってるぐらいなんですよ私は、うんうん、酔っ払うと頭が回らないっていう人もいるからさ一回なんかドブロックこんな商品扱ってますって飲んだらちょっとふわーっとしちゃってそうですねドブロックありましたですよねとか言ってそれはあかんけど、いやそれぐらいのラフな感じで頭もなんだろうな感覚もやわやわのにわにわにしてもらってっていうぐらいが、うんうん、いいなと思ってるから、普通じゃないやり方だから場所も変える、あ、うん、今日も変える、ね、別にそんなにメモっていうよりは、ね、考える感じかな、お題が、ね、お題で、うんうん、そこはいいんじゃないかなと思ってますよ、はい、めちゃめちゃ本当勉強になりました、うん、こんな楽しくていいのかなって あそこはねやっぱりね勉強って辛いものっていう概念がよくない、はい、勉強って楽しくて当たり前だから、はい、うん、めちゃくちゃ楽しかった、楽しくって体に入ってくるっていうのが当たり前で、で楽しさと学びってセットの方が吸収能力上がるんだよねやっぱり、うんうんうん、言わない方がいいです学びはね、うん、はいっていうのを感じてくれた、これ2つ目ね、はい、あと1個は、あと1個はあのすごい自分に向き合う時間になりました。あの今までもあのゴールド あの個別セッションとか、あの岡子先生にあのお話をとお話をする機会っていうのはたくさん、うん、あったんですけれど、なんかそこでは見えなかったあの自分が今ぶつかっている壁とかがすごくクリアになりました。そうね、それは感じ、うん、なのであの本当は最初はあの自分の教室の生徒さんたちがあの
いい感じに集客をっていう目的を持って参加したんですけれど、最終的には自分が解放されるっていう本当にすごい濃ゆい時間になりました。そうですね、内観コンサルタント自体が自分の内観ができてないと生徒さんを迷わせることになっちゃうからね、だからそこをクリアにすると当然ですけど生徒さんもいい感じにクリアになっていくから、自分発見も同時にやらないといけなくなる風になっちゃうから逆にいいのかもしれないね。しかもその時にみんなの目線とか視点ももらえるでしょ。金谷梨花さんはどういう人でしょうみたいなのを言った時にみんなが確か言ってくれた感じがあったじゃん、あれは他人ですよね。そうですそうです、たかこ先生の言葉ももちろんなんですけど、一緒に参加して一緒に学んでいた他の先生方の言葉ももうすごく温かくて、ですごい大事なところをこう包み隠さずちゃんとこうバーンと言ってくださるので、本当ありがたかったですはい、感謝でいっぱい。ありがとうございます、よかったです。こちらこそです、はい、でこれからね、コンサルの部分も認定で活動されていくっていうことで、どんなコンサルタントになりたいなと思ってますか？はい、なんかコンサルタントっていうとちょっと向こう側の人っていうちょっと遠いとかなんかちょっと怖いっていうか、なんかあんまりこれからパン教室を始めたいと思う人にとってちょっとハードルがあるものなのかなっていう気がしてるんですけれど、あんまりそのハードルを感じさせず身近な感じで相談できるお守りみたいな感じで思っていただけるようなコンサルになれたらなって思います。あと親しみやすさとかっていうのがあるから、多分梨花さんのところに来るご相談したいっていう人は似たような年齢の少し若めの人とかがなんか良さそうな気がしますね。雰囲気的に明るく楽しくみたいな感じでね。はい、自分的にもイメージそんな感じですか？そういう人たちとやりたいとかいうか。そうですね、これからやりたい30代40代の方たちがちょうど私ぐらいの年代になるので、一緒に前に進めたらなって思います。って感じですね。はい、ありがとうございます。で、次ですね、コンサルタント養成講座、さっきの部分と被るとは思うんですけど、養成講座これからねコンサルになりたい人にこの講座どういう風な使い方したらいいよとか、こういうところが魅力だよっていうのがあったら、それをぜひどんな人におすすめかっていうのちょっと。はい、コンサル講座をこれから受けたらいいなって思う方、先生講座をされていて、でもやっぱり先生講座をスタートすると必ず集客のことを聞かれてしまいます。絶対ですよねこれね。だって先生になりたいし先生なんだからそれは聞きますよね。どうやったら集客できますかって言ってね、はい、はい、なので、でもやっぱり私も思ったんですけど、こう自分の体験をそのまま伝えたらできるかっていうとそうでもないなっていうのが私が体験したことだったので、そう、先生講座をお持ちで生徒さんからきっと集客のことを聞かれるはずなので、そういう方はもう絶対いいと思います。受け取った方がいいと思います、そういう方はね、はい、自分のためにもなるし、そうですね、自分の授業のもちろん再構築もする羽目になるでしょ。だって教師の先生だけだったの今度コンサルもやるっていうと再構築し直さないといけないから、そういう部分でもいいかなっていうふうに思うし、先生講座を持ってるっていう人とやっぱ人間的にも、あとビジネス的にも成長させていきたい人かな、それはいいか、だいたいだって、ね、コンサル養成講座やってそこのコンサルの部門と
例えばその教室部門で普通に教えてるのとセットで、ね、いろいろ教えていくことで当然皆さんの売り上げも上がってるし、であと生徒さんもそれを教えることによって生徒さんの売り上げも上がるような形のね、いい職業だと思うので、はい、そういう方おすすめってことでね、はい、ありがとうございます。はい、最後にですね、今後ご自身のビジネスの展望と理想の未来の姿っていうのはどんなことを今の時点の金谷理香さんは考えている？はい、私はもう生涯現役を決めているので、うん、何歳まで生きれるかわかんないんですけど、96歳？何その急に中途半端な99とか100って言うんなら分かる、何なんですか96って95歳、95歳まで、パン教室を自分で続けられる、すごいすごいように、はい、まだまだ先ありますね、あります、はい、まだまだあります、はい、うん、そこまで、その95歳ってだいぶ今と違うはずなんです。あ、違う、その頃はなんか宇宙食みたいなパンを教えるみたいになってるかもしれないそうですよね、うん、はい、なのでその時代に合わせて変化していける、でも大事なところは変えず前に進めるような教室をずっと続けることがまず一つの夢です。はい、ありがとうございますその9なんかよくわかんない90 はい、30歳で教室を始めて、はい、教室の記念日が創立記念日が6月5日なので足し算です。おお、そういうことね。そして最近が間違えたのね、はい、そうです、そうです、うん、確かにここだ、はい、なるほど、6月5日だからね、あ、分かる、はい、そういう意味では意味が分かった、なぜそんなご飯みたいなね、で何周年何周年っていう節目はね、うん、大事ですよね、すごくね、はい、じゃあそこ大事です、ね、うん、グランマパン教えるみたいな、はい、はい、頑張っていっていただければと思います。はい、そんなね、また金谷理香さんに習ってみたいっていう方は一貫して全部一箇所で学べるっていうことなんで、教室もあとはコンサルの方もっていうことでね、30代40代の若い方、ぜひ若い行かれてしっかりねお勉強していただいたらいいかなっていうふうに思います。はい、今日はインタビューありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。